日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。キラ今年2022年も食べますよ、シュトーレン。今年は無印良品さんのものを食べたいと思います。なんかドンクさん製造でとっても美味しいと評判になっていて、まあ先日もお伝えしました通り店舗ができたので買ってみました。なんか小さいんですけど結構重量感ありますね。だけど粉砂糖が飛び散らないように警戒しつつと、おっとと包まれてるなぁ厳重に。見てくださいよ、もうある種 VIP 待遇みたいみたいに包む、二重三重に包装されてます。だけどこれを取った瞬間にちょっと怖いかも。でも開けないと食べられませんからね。ではおお、大きさはなんか市販のコッペパンぐらいなんですけど、本当に重量感があってカロリーも結構すごいので食べるときは注意した方がいいかもしれません。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。どう、私を食べてお祝いできた？はい。うわぁ、例年より小ぶりだなと思っていましたけど、それでも侮れないですね。噛んだ瞬間にじゅわーっとくる。そして外側のお砂糖も甘いだけじゃない、ちょうどいいバランスでシャリッシャリッと心地よい音を奏でてくれます。この前行った時は買えなかったから、なんとか探し出したいと思って買いましたが、本当に買ってそして食べられてよかったです。やっぱりシュトーレンっておいしいな。来年もまたこうしてクリスマスにお祝いしたい、そう思えるお菓子です。ケーキもいいけどシュトーレンもね。こちらのシュトーレンの点数はこの後すぐ。ごちそうさまでした。外側はシャリッとしたお砂糖の食感と、噛んだ瞬間にじゅわーっと広がってくるレーズンの甘酸っぱさ、さらにはちょっと固めで歯ごたえのある生地と、どれをとっても美味しかったです。こういうので本当お祝いできるっていいですね。まあ例年食べてるシュトーレンに比べてやっぱり小ぶりではあるんですけど、その分結構口の中に入れて食べやすかったので、シュトーレンの量は、ちょっと多いかなと思う場合にもおすすめですね。ただそれでもカロリー結構あるので食べ過ぎにはご注意を。まあ自分みたいに1本食べる人はそうそういないと思うのですが、というわけで今回食べた無印良品さんのシュトーレンは5点とさせていただきます。それでは腸舞うの神経性胃炎飛んで行け、腸がきっとこの人を助かってほしいと思っているんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。